怒られてる。皆さんこんにちは。うん、今日はセブンイレブンのもっちりバニラドラと赤肉メロンホイップのミルクプリン。はい、すごくないね。これ。これなんじゃあ、もっちりバニラドラから。第4代。第4スペシャル第4です。一回言うんですね。ゆっちゃんつけた名前。うん。でもこれはこの。え？北海道限定なんだって。じゃあミルクプリンを食べよう。そんなに美味しくないで終わり。え、ちょっとママも食べてみる。めっちゃ美味しいよ。ママ忘れたんだけどね。あ、すごい米粉使ってるし、すごいもっちりしてるよこれ。この米粉、これはホワイトライオンだね。あ、それでは名前をちょっと、よし、じゃあ早速食べてみよう。つけてみます。せーの、猫ちゃん。うん、あ、もう美味しくないね。え、それも、うん、メロンがダメです。あ、果肉がある。うまくない。中のプリンも美味しくない、ね、うん、あんまり。え、でもそのママどら焼きめっちゃ美味しい。ちょっとどら焼きもう一口。端っこのなんか油みたいな、え、これ美味しいよ。ミルクプリンもあのスーッと舌の上で溶けて、赤肉のメロンホイップもすごい濃厚。パンみたい。これ私の口には合わなかった。まままままちょっとヤオが久しぶりに登場したんだから、もうちょっと美味しい食レポ期待してたんだけどな。え、これ両方すごい美味しい。ママこれすごい気に入った。思ってた以上の美味しさ。なあ、もうちょっと美味しいやつ期待してたんだけど、これっぽい近い。これダメ。ゆうちゃん嫌い。でもやっぱメロンって言ったら夏だから、夏にさっぱりしてて美味しいなと思った。もっちりバニラドラは冷やしたら冷たくて、やっぱり夏に食べやすい感じで美味しい。ゆっちゃん、プリン気に入った。うん、美味しいよね。プリン大好き、ゆっちゃん。2つとも夏にぴったりのデザート。ふわっとしてる。ふわっとしてる。おいしすぎる。ふわっとしてる。ふわっとしてる。はい、ほら、ゆっちゃん食べた。食べた。どうだ。ママ食べてなかったもんね。うん。じゃあゆっちゃんじゃないし。やう。怒られてる。でもやっぱメロンって言ったら夏だから、夏にさっぱりしてて美味しいなと思った。ねえ。これ。ねえ。ここに置いといて。なんでなんだ。食べる。溶けた溶けた溶けちゃった。全部。はい、じゃあヤーポイント。もっちりバニラドラは50ポイント。ちょっとなんか低めだね、いつもより。スーって感じ。赤肉メロンホイップのミルクプリンは50ポイントですよ。で、みんな50ポイントって言ったらまずい印象あるけど、まあまあ美味しい。なんて普通って美味しいってことだからね。50ポイント特通に特別賞。51ポイントぐらいにしとけば特別賞。
まずいと美味しいの境目じゃない？まずい。普通ではゆっちゃんポイント、ゆっちゃんポイントお願いします。まずこれは食と思って美味しい。あー、なんて食と思って、両方100点満点だ。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。It's time I stand up for you.